すごい船だな。あの大きな船はなんだ。すごい荷物が積んでるぞ。荷物の真ん中に人がいる。山のような荷物が乗せられ、異国風の服装の中年の僧侶、この男こそが玄奘三蔵である。三蔵法師玄奘物語34、玄奘の最期。長安に通じる運河を船で渡りながら玄奘はふと思い出しました。そういえば27歳で国外に出る前に、20歳で生徒を脱出した時、商人のおじさんの船の荷物の中に隠れたっけ。生徒の町では商人のおじさんにお世話になったな。僧侶の服では目立つからと変装して、おじさんの船底の荷物の中に隠れた。44歳の今、こんなに目立つ船に乗っている。玄奘が太一から持ち帰ったものの一覧。お釈迦様の肉シャリ150粒、7種類の仏像、それから11種類の経典、657部。これらの品々は朱雀門の前に展示されました。玄奘は皇帝に会いに洛陽に行きました。皇帝太宗は高麗を攻める戦いの準備をしていました。太宗は玄奘の愚法の旅を褒め、国禁を犯したことを責めず、高麗への戦いに同行するよう求めました。玄奘は固く辞退し、持ち帰った仏典の翻訳に専念したいと言いました。そうか、そうかよ。長安の興福寺にとどまり、翻訳するがよい。それとともに、西域天竺の地理、政治、経済、あらゆる事情を書いてほしい。題して、大唐西域記、大唐の西域の記録だ。大唐西域記、慎んで書かせていただきます。玄奘は持ち帰った品々とともに興福寺にとどまり、興福寺にて翻訳を始めました。翻訳の傍ら、西域天竺の紀行文見聞録を語り、弟子に書かせました。それは全12巻となり、翌年完成しました。玄奘は44歳で帰国してから61歳で大般若経という長い経典の翻訳を完了するまで翻訳一筋に取り組みました。玄奘が訳した経典は1338巻にも上ります。他の有名な翻訳家と比較してもその膨大な量は抜きんでています。62歳の時、大宝釈経を訳してほしいと周りから頼まれました。私は自分の知識がすでに詰まって、そう遠くはないと感じています。と言って断りました。で、その翌年、63歳の時、弟子が見た塔が崩れる夢の話を聞き、それはそなたの身の上ではない。私が世を去る前兆なのだ。と言いました。玄奘は2月4日の夜半、しばらく合掌をした後、右手で顎のところを支え、左手は胸の上に置き、体の右を下に横たわり、そのままの姿勢で5日の夜半までじっと動きませんでした。耐えられず傍らの弟子が、お千代様、来世はきっと弥勒菩薩様の身元にお生まれになるでしょうと声をかけました。生まれようと玄奘は言って息を引き取られました。西暦664年2月5日、玄奘三蔵63歳です。長安の大慈恩寺の大願塔には玄奘が訳した膨大な経典が収められています。玄奘さん、ご苦労様でした。長い旅路、危険を顧みないで、そこまで突き進められたのは、すごいことですね。やはり子供の頃に、あれ？それなら天竺にあるんなら、行こうって思った。その通りに高っただけです。あとは、
周りの人のおかげでここまで来られたということを忘れないで感謝することですね。玄奘さんの旅の動画はこれで終わりですか？あと少しあります。皆さんもご存知の般若心経についてお話しします。次回をどうぞお楽しみに。チャンネルドアノブがお送りしました。